演武開演。どうも、自分は現在こちら関西空港に来ております。というわけで、これから飛行機に乗ってある場所に行くんですね。すごいですね。先月あんな台風に見舞われたのに、もうここまで飛行しているなんて。正直台風の影響で別のルートを使おうとも考えたのですが、ここまで無事に復興してくれたということですので、今回このまま関西空港に行きたいと思います。飛行機の一人旅は初めてなので、ちょっとドキドキしていますが、まあそれはこれからということで、関空の中にピカチュウがいっぱいいるんですけど、かわいいけど、こんなに言うとちょっと怖いようなっていうのは言い過ぎですかね。そしてなんかありますね、ピカチュウの感じが。こういうの売ってるみたいですね。ですが今回はポケモンを見に来たわけではないので、もう一つでも、もう一つ何か見ていきたいな。ここで、何かやってるのかもしれませんが、現在は入れそうにないですね。残念です。あ、時間が。こちらが今回のお世話になるジェットスターさんの受付ですね。さて、受付はさすがに映せませんよね、その風景では。なんとあちらのバスで移動するらしいです。飛行機まだ見られないんですね。収められるかな。今一度身の回りをお確かめください。Come on.
成田空港に着くことができました。飛行機ってほんと早いですね。お菓子食べてる間に着きましたよ。こんな公共の交通機関でこういうことではなかなかないので貴重な体験ができました。まあ、まだまだ移動は続くのですが、飛行機旅はこちらで一旦終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントいただけると嬉しいです。エンド本音。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。